はいじゃあ始めます。今日、プラターをロースと一緒に仕方ならまずです。おなの話を発表させていただきます。DreamWalker と申します。まず実行紹介から始めたいと思います。まず本名はパクチェ・チャンと言います。今は DreamWorks Company でクラウドエンジニアとして働いています。Go language とフラターワーブを使って開発をしています。今はフラター サウルのオーガナイザーを担当しています。始める前に何か一緒に楽しみましょう。とみたいなことで、なんか今回セッションのためのアプリを使いました。なんか良かったらカメラをつけてスキャンしたらま一緒に楽しめることができます。よろしくお願いします。 次に行きましょう今回はですね、まあ、ここぐらい準備したんですけど、今年のフラッターのまとめ、2つ目、ロースについて話します。あとはなぜフラッターだったのかについて話します。最後にですね、フラッターとロースのやり取り方はどうするのっていうことを話します。まあ、時間なければ、提問して終わりたいと思います。 最初に今年,今年のフラッターまとめを発表したいと思います。今,回今年ですね、5月12日に Google IO でフラッタスイー3のバージョンが発表されました。1.0から3年前のっちゃうんですけど、5月に3.0になって、8月30日に3.3になりました。 重要なことを要約したんですけど、今回、f l ッ t t e r さんになって、ダスクトップのすべてのプラットフォームがステーブルになりました。あとは、Apple Silicon のサポートになり、フラ y e r ー a s ーの公式ドキュメントも、なんか、二度しています。デスクトップに対しては、正直、今年、f l a t t e r t e a の目標は達成していた。 ということで、すべてのフラパムはステーブルになりました。2018年からデスクトップのフラパムは開発していました。で、今年5月、フラタさんの発表して、すべてのテーブルのプロジェクトが終了になりました。 以前はですね、プラッターデスクトップインベディングというレポジトリで管理されていたんですけど、今はプラッターで、レポジトリで管理しています。MacOS と Linux デスクトップについて話したいと思います。Mac のアプリは、上のメニューバーの機能が使えることになりました。Linux はカノニカルで,ですね、Ubuntu を使っている。 Ubuntu を開発しているカノニカルで Linux のフラットフォームをサポートしています。で、使えるパッケージがどんどん増えていく感じですね。あとは Apple Silicon サポートになりました。DAT2.14 パジャンから Apple Silicon サポートを開始されましたが、今回、プラッタ a さんになって p r ター a にも全て対応することになりました。 ちなみにですね、32bit iOS デバイスのサポートは中止されました。これは気をつけてください。Firebase、えっと、ドキュメントは移動することになりました。以前はなんか FlatterFire みたいな別のサイトで管理してるんですけど、今回は公式のサイトで Flatter アプリを設定することを確認することができます。 あとですね、ウェブと,ェブとデスクトッププラットフォームはまだ完全なサポートされていないです。で今回はクラッシ,ュクラッシュリスティックの方がフラッターの安定バージョンになりました。開発するときに参考してください。あとはマタリアル3ですけど、今は全てのことを使えることではなくて、今、作業中ですね。 あとはプラター・ケージュアゲーム・キートル・キットということを発表されてゲームの開発に必要なテンプレットを提供します。プラタでゲーム開発もできますけどゲームエンジンとしてフレームエンジンをよく使います。プラター3でだと2.17になりました。 以前はですね、イナムを使うとあトゥース r i リンとか使うたら e x ステンション n 使って使うことになりましたが、今回はイナムでトゥース r i リンとかあースーをすぐ,あーすぐ使えますね。もっと便利になりました。あとはあースーパーパラメータですけど、カード性が良くなりました。なんか チームの人たちはみんなカード性が前より良くなりましたというよく話しています。あとはなんか3か月たって8月30日にフラタ3.3の発表がありました。そんなに多く変わるのことはないですけど EZ を追加されて 5L r o u ー,ラウタ,ー,ゴールターを変更とフラタエンジンの 対して発表がありました。以前はセレクタブルテクストというイジェットでテクストをセレクトできましたが、今回はですね、なんかグローバルセレクションとみうことでこんな感じで選択できるようになりました。あとはアップルペンシル l 対応もできるようになりました。テクストフィールドでアップルペンシルでなんかちょこちょこ書いてみるとすぐ テクストフラッターはですね、リッチテクスト問題がたくさんあっています。でも今回はリッチテクストエディティングができるようにどんどん変更しています。あまずマテあ、あとはマテリアル3のあに対して発表したいと思います。 今回は3.3でアイコンボタンとかチップとかエッパーとかが追加,なり追加されました。で、こちらに見えることにはまだまだ使えないステーブルには使えないことになります。結構ありますね。ジェットパックコンポーズはこの2つの以外には全部使えるようになります。 で、フラタでどうやってマテリアスリーを提供するかということになると、うん、意外と簡単ですね。ディームデータでユージュマテリアスリーをジュールに設定すると、アプリのすべてのコンポーネントがマテリアスリーに帰ります。<laughs> ゴールーターですけど、ゴールとはグーターは Google のプロダクトメニャーさん、クリスさんから 開発したパッケージですで最初の LiveGate のラウトにしては Web プラットフォームにちょっと不,不接的なと思いませんかということをたくさん話聞いてナビゲーション i o 2ということが登場されましたでもこれはなかなか難しいなんか使いにくいですねという意見があって使いやすくワーピングされたパッケージがいろいろ登場していきます で、ゴールーターはこの感じで登場したんですけど、最近よく使えてますね。で、5.0になりました。この感じで変わります。インペラはですね、これはいいと思います。あなんか iOS の最近ジャンクイシューがありますけど、プラタータィームがこの 問題を開発するために新しいランダリングエンジンをラン n d e r e を作りました以前はですねフラ u t t をビルドしてアプリを実行するときにシェーダーを生成してシェーダーをコンパイルするこれをめっちゃ振り返しますねこのときにコンプリケーションジャンクということですけどアニメーションがなかなか進まないどこかなんか んちょこちょこ動かないことになります。で、今回はインペーラーを使うと、フラッタル,ビルドをすビルドするときに、シェーダーを生成して、シェーダーをコンパイルまでやって、アプリを実行して、この iOS に起こっているジャンクを開発しました。適用する方は簡単です。iOS はこちら、Android はこんな感じで。で、 実行するときにこのオプション、Enable i m p e r a のオプションをつけたら簡単に使えます。あとはロスについて話したいと思います。ロスはロスということですね。ロボットオペレーティングシステムという OS とみたいなことになりますけど、では OS ではないです。それはこれはミドルウェアで使います。ロボットということはいろいろ まあ私たちの周りにあるんですけどサービスロボットか空港にあるロボットと掃除機宇宙まであるんですけどほとんどのロボットはロースを使っています周りにもよく見えるかもしれないですけどアニメーションにロボットを使ってなんか人間みたいなことを最近めちゃ あ開発しています。ロスということは二つに割れていて、最初にはロスに始まりました。であ、ロスの問題がたくさんありまして、これを解決するためにロス2ということが登場されました。最近はロ,ロスフォックスとか、あ今年九月二十三日に発表した。 ハンブル、ハクスベルということを使います。でも今はインダストリーではロスをロス中じゃなくてロックスを使っている作品あります。たくさんあります。でディスプリビューションということで、ここでは注目ポイントが2つあります。見つけた方もあるかもしれませんが、話したいと思います。 ポイント1ですね、ネーミングも問題で,ですけど、ネーミングがアルファベットの順でバージョンネーミングをやっています。来年も発表することはアイロン、リニーということで発表される予定です。あとはですね、なんか去年から5月23日で発表しています、新しいバージョンですね。 来年もそう,いう予定ですけど、この日は何の日かもし分かる方ありますか <laughs> そうですね ?5 月23日は世界の亀の日になります。ロスは参考のポイントにポイントあるんですけど、1ポイントはこれです。ロ,ロスは労働をベースとして、労働のノード間メッセージを交換して中心します。で労働の中でサブスクリプトとかパブリッシャー。 とかになって交換トピックというメッセージを使ってなんかロードのノイドが間が当たにしますロス1とロス2の差は何でしょうかということを話すとロス1が TCP ロスと UDP ロスということがあってロス2は DDS に変えりましたこれがちょっと良くなったことです、はい、これは DDS はデータディストリビューションサービスということでなんか中心のためのビデオウェアということで簡単に説明して次にいきますで、DDS を説明しようと8ロボットがセンサーにあるとい,いろんなマシンがありますね ABC のマシンがあってこのロボットから 送っているデータをもらうのマシンは一緒の同じのネットワークにつないでいると全て同じ同時期間にデータをもらうことができますロスを使う最後のメリットですねマシン,のマシンがマシンの間が通信するときに標準化されている ことですね GRPC みたいなことになって A ロボットとか B ロボットで重信したいときに一緒同じのメッセージで重信ができることになります。これが一番いいことですね。インストール法はこのサイトで入ってインストールしてみたらいいと思います。 個人的には UbuntuOS の上で開発して使用することをおすすめしています。あとは今年京都でロースコンということが開催します。19日から20日まで開催されます。あとはなぜフラッターだったのかを発表したいと思います。 ロボットとフラットとはどんな関係がありなぜフラットを選んだでですかっていう話をとか質問を一番たくさんもらいます。まずはですね、その時私たちの目標は品製品を適用するように、ユーザーのための何かのアプリケーションを開発して提供することがありました。目標でしたね でまあ、いろんなことですけど、すべてのサ品にディスプレイが最近はつけています。そして、モバイルアプリと連動して、あーそのユーザーに対応しています。でアプリを開発,開発するために何か UI フレームワークが必要でした。結こありますけど、あなんか適切な時期とか生,生,生産性とか。 ストのの目、開発者の経験、UI 品質についいいて話したいと思います。ロボットはどのコンピューターとかプロ,サあプロセッサーを使っていますかということになるとほとんど打ているのはパソコンのみたいなスペックを売っている CPU を使っていますこのボストンダイナミックスのスポットですけどこれはインテルコアが使ってこの 小さいなロボットはインベディトの SBC のハードウェアが使われています。で、どんどんコンピューティングパワーが増えています。私はですね、JSON の NVIDIA の j s o n c h a v i a n x ということを使いました。これは UbuntuOS を使用できます。 で、まあ、他のハードウェアはなくて、そのままこの SBC のそのままユーザーが使えるようにディバーグできるアプリが必要でした。はい、で、今年、エンビデアだから、ー以前 Ubuntu18 の04から20-04にあサポートができまして、ロスを 2を使うことがちょっと便利になりました。で今年、Windows のことがステーブルになって、今回、フラタスリーになって、フラタスリーになって、MacOS か Linux をステーブルになって、すべてのデスクトッププレフォームがステーブルになったとっいう適切な時期でした。あとは生、せいざんなことですけど、 これは私の場合の例ですね。Android 開発者だけしかない会社になります。で、ユーザーが使えるインターフェースを持つアプリケーションを必要です。ということで、どのプラットフォームが提供されればよいでしょうかということで、Android ユーザーが多いです。韓国は Android ユーザーが多いので、Android で使えるようにしてください。で、 何ヶ月開発して、はい、アプリ開発が終了になりましたということになりましたけど、タブレットで使えるようになります可能ですかという話を聞きました。で、あとで、Apple デバイスとか Apple の iPad とかに使える、使いたいというクライアントの要求があって、ちょっと今は iOS 開,開発者はいない状況になることになります。 で、フラタを使ったら、シングルコードベースで Android, iOS、Web、Linux デスクトップなどを全てを対応できました。で、40%生産性が上がって50、50%コード再生量が下がって70、70%開発時間が早くなりました。 あとはコストの面ですけど、一般的には QT を使いますね。QT は個人、も連休、も教育機関などは大丈夫ですけど、商品を売っている場合にはライセンス費を支払う必要があります。スタートアップやユニコーン企業の場合は、この企業の負担が大きいです。これは販売数と。 費用ライセンス費用の費がどんどん上がっていく、販売するほどこのことになります。で、フラッターはですね、オープンソースですね、コマーシャルライセンスについて、費用を心配しなくてもいいことに良いでした。今は BSD をライセンスを使っています。あとは、開発者の経験。 について話したいと思います。DX 最近使えたくさん使ってますね。DX ということ、Developer Experience の重要なことです。まずフラタはモバイル開発者とかウェブの開発者に慣れている VS、Visual Studio Code や Android Studio のアプリケーション開発の開発が可能です。でこれ と逆に QT の場合は QT の別のツールを別々に学ぶ時間がかなりかかります。b g r Studio みたいなことな感じでこれも時間がかかります。あとはですね、ホットリロードが強い。コントロール S とかコメンド S をついた押したらすぐ UI を駆逐することに。 なんか開発時間がどんどんはや早くなっています。あとは、Android アプリを開発者も簡単にアプリをアプリ開発可能です。で基本的な基本的なフラタアプリを開発する開発のための各種曲線、ラーニングカーブですね。ラーニングカーブがあー低,い低いです。 で、タトーレンギージはオブジェクトオリエンティードレンギージをサポートしていて、今コトリンとかスイプトを使って開発している開発者ももっとしやすく開発できます。で、CLI がサポートになります。で、私の場合は海外に採用の販売するときにこれはちょっと便利,にな便利じゃないかなと思ったのは国際化でした。 これがフラターを使ったらすぐしやすく採用適用できました。UI 編集の面ですけど、Ubuntu OS はロースベースのアプリケーションはほとんど QT を使って作ったりします。でロース専用 RQT は下のようなことになります。個人的にはちょっと硬い感じなことになりますけど、 フラタオは先行的な UI。で、すべてがウィジェットであって、こちらが大事ですね。開発することとは別に、開発者がデザインのコンポーネントを心配すること必要なく、すでによく作られたデザインのコンポーネントをすぐ使うことができます。例えば、バッテリアルデザイン2とかデザイン3ですね。 もちろんカスタマイズもできます。最後にユースケースの面ですけど、ロボティクスでロースとフラッターを提供例が少ないです。ユースケースが少ないということで、一般的に Android や Qt をほとんど使っているんですけど、フラッターを提供することはほとんどいないです。 挑戦的な目標になります。でもなんかベリットだけではある,ことあるじゃないですディメリットもたくさんあります。今の時点で Web の SEO のサポートはできない。Web 開発者にはこれは大事ですけど、これは使えません。今。で、中国語や日本語、韓国語のフォントの レンダリング問題があります。これは CanvasKit の問題ですけど、まだまだ開発はできていないです。で、キーボードの入力の問題もあります。Samsung のスマホ、キーボードを使うと、なんか入力ができないとか、いろいろ問題があります。で、そこの他のマイナーなバグもいろいろあります。はい。 あとはフラーターとロースの間インターフェースする方法を話したいと思います。るんですね、ロースを使うとロースの中でロードがありますね。ロードね、ロー,ドロースとしてフラーターのアプリとなんかメッセージ交換したいんですけどななかなか何が必要ですなんか何か。でも以前にはどうやって開発するのかが問題でした。 通信のための何かが必要ということになります。以前はですね、GRPC を使って、なんか複雑なんですけど、このように通信をやってました。で、ノードでパブリッシャーしてサブスクリーバーはメッセージを受けて、GRPC の通信のためにメッセージをカンバッタして、このように、このノードには GRPC をクライアントになって、 この別の GRPC サーバーでサーバーからデータをもらってフラットアプリも GRPC をサポートできてこのサーバーからフラットアプリが GRPC のクライアントになってメッセージを受け取ることになりました。結構、複雑ですね。レイタンシーもあるす。こす。 で、今回は JSON のフォーメットの中心によってロスリップタットということの開発になって WebSocket を使って中心するともっと簡単になりましたで、ロスブリッジサーバーということがありますけどこれは有名なパッケージになりますロスブリッジスということを話していきたいと思います ロースブリッジスーツは JSON のフォーメットによってロースのメッセージを交換すあできるように作ってあ交換できるようにあしますで。ウェブソケットを使います。あのパ,ッケージパ,ッパッケージには4つのあマイナーなことがありますけど、今回にはロースブリッジサーバーということを使います。 これは WebSocket のサーバー。これを実行すると WebSocket をサーバーとしてメッセージを受けることができます。どうやって通信するかということは、この中にはプロトコルがあって、このプロトコルに合わせただけで通信ができます。これ簡単です。オプショナルのことがありますけど、 今回,今回使うのはそのオペレーションとかオピー、サブスクレーブ、トピック。これはトピック名前が使えます。タイプということはメッセージのタイプみたいなことになります。あとはインストールする方法を,かんを説明しようと、これは Linux ですね。Linux でよく使いますけど、Ubuntu に使うならこのようにロスの クシーとか他はハンブルをつけてロスプリッジスサーバーをインストールするとすぐ使います。あとはですね、重要なことはこのロスはコールコーンのコールコーンということをビルドツールに使います。これでビルドしたらすぐ使えることになります。で、ランチする方ですけど、この ビールドしたらインストールのディレクトリができてこの中にセットアップバッシュファイルができますこれで環境を設定してランチするとサーバーが動きますフラッタサイドなんですけどこの意外と簡単ですねこれだけでロース ロボ,ティロボットと通信ができます。でロースをインスタントを作ります。ここで,でサーバーの抽象を入力してあインスタンスを作りますで。トピックというインスタンスがありますけど、このクラスを作るときにいろいろつけますね。ロース、ネーム、タイプ、リ,あリコネクト、オン、クローズ きゅう length、いろんなことがありますけど、それは、以前説明した、ロースブレジのプロトコル、プロトコルにあることになります。はい、これ、ひつ、ひとつ、話したいと思いますけど、あこれはさ、あ以前あ、さっき、話したんで、ーバーの抽象を、こちらに、入力すると ロースのインスタンスが作り,、ま、作ります。あとはですね、トピックですね。でもここにはロースにはトピックの名前ということが多くあって、この名前をあー間違いなく入力してください。あとはタイプですけど、メッセージタイプですね。GRPC みたいなあ一生の 標準化されたメッセージがあるんですけど、これはストリングだけで見せ送,り送りたいということで、これを使うとトピックがインスタンスが生成されます。これでロスと加ネをメソッドを実行して、ここは WebSocket をつながることになります。 こちらですね。こちらはサブスクリーブということになりますけど、フラターはタットレンギジを使いますね。タットレンギジはストリームのことがあって、これでこのメッセージをストリームに受けます。ストリームを話したいとたらどうすればいいのかと言いますと、私はなんか流し染めみたいなこと、ストリームは。 どうせ話したいと思う。流しシめみたいですね、ストリームは。データが入ってくると、それを受けて使えることですね。で、こちらがサブスクリーブしたら、こちらでサブスクリプションでリスンして、データがこちらでちょっと回します。入りますね、こちら入ってましょう。w e b ソケットですけど、w e b ソケットはこのパッケージを使います。 これはダットティーム、ダットランゲージを開発するチームから開発したパッケージになります。ですけど、メリットだけディメリットもありますね。解消度とか高いデータ、リアルタイムのモニタリングには限界があります。60プレイムパーセクションですけど、1プレイムは 16.7ミリセコンドになりますね。で、解消度が 1000Hz を持っているセンサーをデータと、または60プレインフーセコンド以上の解消度を持つセンサーデータは解消度を合わせるための データ、加工が少し必要になります。これは限界になります。あとはなんかよく聞こえる質問になりますけど、インターネットの内環境でスマートフォンやタブレットはどのように中心しますかっていう話をよく聞きます。現場ではほとんどデットワークを使ってないです。で 一つ目は BLE、Bluetooth を使うこと。二つは w i f i Direct、P2P ということを使います。でも、Wi-Fi Direct は Android OS の検定です。iOS には Wi-Fi Direct という P2P 通信はできないです。Wi-Fi Direct を使うために、このパッケージを作る使うんですけど、 このプラッター P2P ということはまだ管理されていないということで P2P プラスということを作りました。で、この別をフォークして作って使うことがあります。あとはデモをしてどうやってプラッターをロスと一緒に使うか見せたいと思います。 このアプリでも見えることはできます。一,応一度、この絵は UTM を使って Ubuntu を22.04にインストールして使っています。ここにはロスをインストールされています。こちらでちょっと拡大してみると。 こちらで以前説明したロスブリッジサーバーを実行します。ロストロスブリッジサーバーとしてはい、こちらにするとサーバーが動きますね。 で私のロードをあー執行してたいと思います。ドロイド会議のような作りました。で、これを実行するとなんかすごいなデータが発生します。なんかテンポレーションとかあこれですけど、これをフラッターですぐ。 受けることができます。これでフラッターランを押すかたら、Linux のデスクトップのアプリを実行します。早いですね。結構。これ作ったモニタリングのアプリですけど、これリエオリーになって今はないです。ローカルですから 12G でで。で コネクションするとこのような今送っているノードから送っているテンプレートとか CPU のテンプレートとか CPU のテンプレートとかバッテリーのことバッテリーのパーセンテージと電流こんなことをもらえることができますこれじゃなくて。 プラターの強さはマルチプ,プラッフォームですね。このバックの OS で Web アプリの実行すると意外と早くビルドされます。でも、バックに受信するときには IP の情報が必要になります。 こちらで外ではこの住所を使って通信ができますウェブアプリは最初にはちょっと遅いです はいこちらで抽象を入力するとこれで接続すると今 Linux のデスクトップから送っているデータもバックであもらえることができます。で、バックこの ウェブじゃなくても、まあこの Mac OS テストトップアプリやモバイルアプリも全部受けることができます。一緒同じなネットワークに繋いでいる家庭です。はい、なんかこの今回準備したのはこれまでです。聞いてくださってありがとうございました。<laughs> 何 <laughs> <laughs> か質問あればいつでも登場。